カールトン大学、カールトンカレッジは、アメリカ合衆国ミネソタ州、ノースフィールドにある中西部有数の、名門リベラルアーツカレッジ、1866年11月14日に、設立、US ニュースワールドレポート誌の大学ランキングでは、リベラルアーツカレッジ部門で常に、トップ10を維持し、2019年は、第5位、同志は、同大学を、 ベストアンダーグラジュートティーチングという点で、全米1位に掲げている。在学生のサットコンポジットレンジは1340から1520、アクトは30から33であり、ハーバード大学、イエール大学、プリンストン大学などの IB リーグ校のスコアに、匹敵し、ヒドンアイビーに含まれる。入学難易度、卒業難易度がともに非常に高く。 米国の大学ランキングでは常に最上位グループに位置する。潤沢な資金により、奨学金が充実している。留学生は、トーフル100点は、学部学生に最高の教養教育をすることであり、大学院はない。米国では珍しく3学期生を取る大学で、1学期10週間、履修科目を集中的に学ぶ。全米の多くのリベラルアーツカレッジ同様少数、生を取り、 学生数は1学年約500人で、総数約2000人である。それに対し、常勤の教官が200名以上である。97%の教官は PhD あるいは担当分野の最高の学位を有する。なお、カールトンカレッジも含め、リベラルアーツカレッジのほとんどは、学部教育を専門とし、大学院を持たないため、例えば、タイムズハイアーエデュケーションによる、 ザワールドユニバーシティランキングスなどの世界の総合大学ランキングには参加しない。また、ランキングを作成する期間によって基準が異なること。米国では、進学大学を決定する際に、授業料、奨学金の額等の金銭的な面が大きくものを言うことなどから、カールトンカレッジに合格しても、ランキングを落とした別の大学に進学する生徒も、さほど珍しくはなく、 その逆も同様である。37先行で学士の学位を取得可能1963年を春、カールトンカレッジで学生に宗教的会合への出席を要求する学則が施行された。自分の宗教の礼拝に参加することが要件の一つであったため、一部学生グループが北米再編ドルイド集団というネオドルイド教団を結成してこれに対抗した。もし学生による お手製の宗教で要件が満たされれば、主に一神教を想定した、大学側の目論みはまとはずれであったことになり、もし満たされなければ、大学側を宗教差別で球団することができるからで、ある。教団メンバーの活動の成果もあって、問題の学則は1964年6月に廃止されたが、教団はその後も活動を続け、アメリカにおけるネオドロイド運動の講師となった。 2011年現在も活動は存続している EN リフォームドドルイズ・オブ・ノース・アメリカも参照ありがとうございます。